先に言っておくと、これからする話はあんまり気持ちのいい話じゃない。ヒーローも出てこないし、ラブロマンスもない。友情物語でもまして感動的な話なんかでもない。本当に本当にくだらない話だ。だからせめて笑い飛ばしてほしい。そんな話はありえないって否定してほしい。あなたは選ばれました。あの日神様になった俺の最低で最悪でどこまでも救えない胸クソの悪い奇跡の話。なんなんだよ神様って。